帰ったぞ。おい、どこにいるんだ。どこへ行ったんだ。ああ、さっぱりした。汗で体中がベタベタしてたからサウナにでも行こうと思ったんだけど、隣の店にシャワーがあったから勝手に使わせてもらったわ。そうか。多分昔風俗店だったんでしょ。狭いフロアにあんなにシャワールームを設置して、関西なら一発で検挙だわね。体はもう大丈夫なんか。やっと熱が引いたわ。傷口ももう痛まなくなったし、これでいつものように動けるわ。まだ無理しない方がいい。買い物ありがとうね。なあ、うん？登場会の過去を調べるために俺に近づいたと言ってたな。彼の身辺保護をすれば登場会に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。盗み聞きするつもりはなかった。そこまで分かっていてなぜ神室町に連れてきたの。登場会と聞いたからな。興味があるの。まあな。何があったのか教えてくれ。ママが話していた通り、私は本当の親を知らないまま育ってきたの。小さい頃から病気で死んだと聞かされていたけど、ママが何か隠していることは薄々感じてた。そんな時ママが電話で怒鳴っているのを聞いちゃってね。なんて言ってたんだ。カオルは登場会のせいで不幸になったってね。登場会のせいで。あの時ママは私の過去を知っている人と話をしてたんだと思う。それから十数年、何度となくママにそのことを聞いても何も教えてくれない。そんなこと聞いても幸せになれないって言うばかり。お前の勘違いってことはないのか。ママの反応を見ればわかるわ。絶対に何かを隠してる。でもママを問い詰め続けるのは私も辛い。だから警察官になって自分自身で調べる道を選んだの。お前は両親を登場会に殺されたと思っているのか。これだけ自分の生い立ちを隠されたらそう推測するのが普通でしょ。それを確かめるために身辺保護の名目で俺に近づいたってわけか。相手に手の内がバレちゃ刑事失格よね。お前の気持ちわからないでもない。え？俺にも隠された過去があったんだ。隠された過去？ああ。だが俺はそれを知ってしまったことで苦しかった。知らない方が良かったとさえ思った。もしかしたら人間には知らなくてもいい過去があるんじゃないのか。それは自分の過去を知っている人間のセリフよ。そうかもしれないな。うん？
行きましょう。おい、お、なあ、うん、
方。ああ、ワンペア。
Prepare. Prepare.行きましょう。
ベッドをお願いします。では始めましょう。スタンド。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。真剣。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。スタンド。やりました。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ヒット。ヒット。スタンド。引き分けですね。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ヒット。ヒット。ヒット。不審者で。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ダブルダウン。やりました。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。インシュアランス。スタンド。引き分けですね。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。インシュアランス。やりました。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ヒット。ヒット。スタンド。引き分けですね。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ヒット。
ですよね。どうするベッドをお願いします。では始めましょう。ダブルダウン。やりましたね。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ヒット。スタンド。やりましたね。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。インシュアランス。やりましたね。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ヒット。苦しいですね。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ヒット。スタンド。やりましたね。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ヒット。ヒット。スタンド。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。苦しいですね。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ヒット。苦しいですね。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ヒット。ヒット。スタンド。やりましたね。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。スタンド。引き分けですね。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ヒット。やりましたね。
どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ヒット。行きましょう。